はい、みなさんこんにちは、しなたんです。遅くなったんですけど、 YouTube のチャンネル登録者数が10万人突破しました。ありがとうございます。で、今回は10万人突破企画としてプレゼント企画をやりたいと思います。では、レッツゴー。今回は10万人突破ということで10人にプレゼントをしたいと思います。はい、それでは早速紹介していきます。で、今回はコスメとファッションをちょっとプレゼントしようかなと思ってプレゼントを選んだんですけど、コスメの方から紹介します。で、時期的に今クリスマスコフレが結構出てると思うんですけど、私も今年買ったマックのクリスマスコフレを8名様にプレゼントしたいと思います。はい、まず1つ目がこちらです。こちらのリップスティック5本なんですけど、これは1人1本なので計5名様にプレゼントします。ではちょっと1色ずつ開けてみたいと思います。まずこんな感じのパッケージになっています。すごいなんかメタリックな感じのパッケージなんですけど、これクリスマスコフレ限定のパッケージになってます。まず1色目がこんな感じのベイブタウンという色味です。2色目はこんな感じのボースチークスという色味です。3色目はこんな感じのストレートファイヤーという色味です。4色目がこんな感じのラメがちょっと入ってるんですけど、アンウィンクオブピンクという色味です。そしてラスト5色目がこれもちょっとラメが入ってるんですけど、アットレジャーという色味になっています。はい、というわけで全部でね、この5色を5名様に1つずつプレゼントいたします。このクリスマスコーデめちゃめちゃ可愛くて、デキュレとかも出てると思うのでぜひ応募してみてください。今5名様の分を紹介したので、次6人目の分を紹介します。はい、こちらです。フェイスパウダーなんですけど、ちょっと開けてみます。はい、こんな感じのシルバーのパッケージになっているフェイスパウダーです。で、中を開けるとこんな感じで3種類のフェイスパウダーが入っているんですけど、こっちからハイライト、チーク、シェーディングパウダーになっています。で、私の MAC のクリスマスコフレ購入品の紹介の動画を見てくれた方ならわかると思うんですけど、このピンクの方を私はゲットしました。こっちの方がさっきの今回プレゼントするシルバーの色よりもちょっと濃いめになっていて、私肌が暗いのでこっちを購入したんですけど、大抵の方は全然こっちでいいかなと思うので、ちょっと今回はこっちのシルバーの方をねプレゼントしたいと思います。私もこのクリスマスコフレ買ってから今もつけているくらい本当に毎日愛用してるので、結構ねこれは買えるんじゃないかなと思います。はい、そして続いて7人目のプレゼントはこちらです。こちらも開けていきたいと思います。はい、こんな感じの緑のパッケージになっているアイシャドウをプレゼントとして選びました。こんな感じになっています。これも私のクリスマスコフレ購入品の紹介の動画で紹介していたんですけど、赤とピンクがメインになったアイシャドウパレットなんですけど、私も実際これを買ってこちら辺の色味とかは普段使いもしやすいし、この真ん中の色味はポイントとしても使えるので、こちらも結構万能なアイシャドウパレットになっています。また私もこれを使ったメイク動画上げていこうかなと思っているので、当たった方は参考にしていただければなと思います。はい、そしてコスメ部門ラストなんですけど、今までも豪華だったんですけど、このラストの商品は結構豪華なプレゼントになっています。それがこちらです。見てわかる方もいるかなと思うんですけど、これも開けていきます。はい、ではオープンします。じゃーん。こちらネットの予約の時でも早く売り切れになっちゃった商品なんです。ミニリップスティックが10本入ったリップスティックセットです。私これの去年バージョン2017年のクリスマスコフレでこういうリップスティックのセットを買っていて、なので私は今回違う方のリップスティックのセットを購入したんですけど、もうこちらもすごいパッケージがもうめちゃめちゃ可愛いし、ちょっとさすがに色味はね出せないんですけど、この真っピンクっていうのがすごい女の子らしくて部屋に飾りたくなるような、こんな感じの一つ持っておいて損はないリップスティックセットかなと思います。これもね今回はプレゼントとして皆様にお届けしたいと思います。はい、というわけでコスメ部門はこんな感じです。続いてファッション部門の2名様にあげるプレゼントを紹介します。まず1つ目がこちらです。ブルーアさんのアウターをプレゼントいたします。このアウターはですね、私も実際に持っているアウターをすごく気に入っていたので、それを皆さんにプレゼントしようかなと思ってこれにしました。そのアウターなんですけど、こちらのアウターです。こんな感じのモッコモコの青のねアウターなんです
ですけど、ブルーアさんの新作を見ていた時にめちゃめちゃ可愛いと思って、もう速攻で予約した商品になっています。まあ、これからどんどん寒くなるので全然これもね使っていけるし、本当にモコモコですごくあったかいので、私もたくさん着る予定なので、お揃いでたくさん着ていただければなと思って今回これを選びました。あ、今持ってるのは自分のやつなので、こっちのプレゼントの方は開封しないでそのまま届けようと思います。で、今着てみるとこんな感じで結構ボリューミーな感じで、割とゆったりしたサイズになっています。まあ、サイズはフリーなので、どの身長の方とかどの体型の方にも対応してると思うんですけど、結構デカめな感じなので、今季すごいビッグシルエットもすごく流行ってると思うし、このボアもねすごく流行っているので、このアウターは一つ持っておくと今時っぽいコーデができるかなと思います。はい、こちら同じものをねプレゼントいたします。そして続いてでラストなんですけど、プレゼント何がいいかなって考えた時に一番真っ先に出てきたのが、私が選んだトータルコーディネートをプレゼントさせていただこうかなと思います。結構なんか1週間コーデとかファッション系の動画上げると結構好評で、私のファッションが好きって言ってくれる方も多かったので、プレゼント企画として私が選ぶトータルコーディネートをプレゼントしようかなと思って今回選んできました。それがこちらです。もう皆さん大好きだと思うんですけど、 GU さんでコーディネートをしてきました。本当にトータルコーディネートを選んできたんですけど、せっかくなら私もお揃いで買おうと思って今実際に着ています。こちらのコーディネートを1名様にプレゼントしたいと思います。で、トータルコーディネートって言ったら、まあ、頭の先から頭先まで全身だと思うんですけど、今回靴はさすがにサイズが合わなかったりしたらあれだなと思ったので、今回靴はなしでトップスとボトムスとあとバッグとアクセサリーを入れています。今着てるのでちょっとこっちで紹介しようと思います。まずこの中に着ているタートルネットのリブニットなんですけど、これはこんな感じでちょっとボルドーっぽい感じ、タグにはブラウンって書いてあるんですけど、ちょっと赤みがかったブラウンになっていて、ボルドーっぽい感じの色味になっています。で、あとこのトップスパーカーです。結構ゆったりしたパーカーになっているので体型問わず着れるアイテムかなと思います。そしてボトムス見えてなかったと思うんですけど、ボトムスはこんな感じのタイトスカートを選びました。もうブルーのチェックがめちゃめちゃ可愛いなと思ってこれにしました。後ろがこんな感じでゴムになっていて、で、裾のところは後ろはスリットが入っているので結構歩きやすいタイトスカートです。パーカーもここがね切れていることで低身長の方でもバランスがよくスタイルアップして着れるかなと思うのでこれにしました。で、丈が結構長めになっているのでお尻の方も体型カバーができるのでこれもねいいかなと思います。で、このコーデのポイントなんですけど、今季流行りだったのでこのパーカーはちょっと取り入れたいなと思ってて、で、この今さっき紹介したタイトスカートを見つけた時にめちゃめちゃ可愛いなと思って、これだったらパーカーとも合いそうだしいいなと思ったし、あとズボンにしちゃうと身長とかで丈が変わってくると思うので、丈が足りなかったりだとか逆に丈が長すぎちゃったりするかなと思って、ちょっと今回はタイトスカートにしてみました。今さっきも言ったんですけど、この横にスリットが入っていることで低身長の方でもズドーンとしてないっていうか、ここで一つポイントが入っていることでスタイルアップもできるんじゃないかなと思います。この中のタートルネックなんですけど、まあ、こういうのを一つパーカーの下に着てあげることで、まあ、ワンランク上というかおしゃれな感じになるかなと思ったので今回は合わせてみました。このタートルネックの色なんですけど、さっきボルドーみたいな感じの色って言ってたと思うんですけど、よく見るとタイトスカートにこのボルドーっぽいブラウンっぽい線が入っているので、この色味と統一感が出るかなと思ってこちらの色味にしました。どれも一つとして結構着回しできるアイテムだなと思うので、挑戦した方はこれをねうまく着回ししていただければなと思います。で、あとバッグとアクセサリーがあるんですけど、アクセサリー私も今実際につけているんですけど、こちらのブレスレットをプレゼントしたいと思います。こういうねゴールドのブレスレットと、こっちは輪っかになっていなくて開いているのでポッと入るブレスレットになっています。で、このパーカーの金具の部分がゴールドになっていたので、これにはゴールドのアクセサリーが合うだろうと思って、こういうゴールドのアクセサリーをすることで一気になんかおしゃれ度がアップするっていうか大人っぽい感じになるかなと思うので、これもちょっと今回一緒に選んでみました。あとバッグなんですけど、バッグはこちらのバッグを選びました。私も大好きなショルダーバッグになっていて、で、これも金具の部分がゴールドになっているので、このブレスレットであったりとかこのパーカーのね金具の部分とかもマッチするかなと思います。バッグはまあ無難に使いやすい黒をチョイスしました。こんな感じで斜め掛けにしても
すごく可愛いし、この長さも調節できるので自分の身長に合った長さにできるかなと思います。低身長の方であったらバッグの紐を短くして、割とこのバッグを上目に持ってくることでその分スタイルアップができるかなと思うのでいいかなと思います。もう一つベルトがついているんですけど、これをこのバッグの後ろに通すところがあるので、ここを通すとこのウエストポーチみたいな感じで使うこともできる 2way のバッグになっています。まあ、なのでこれもね、着回しっていうか割といろんなファッションの時に使えるかなと思うのでこちらを選びました。はい、今紹介した計5点のアイテムを1つにまとめて1名様にプレゼントいたします。ちなみに今私このコーデに合わせた靴なんですけど、私はこんな感じの黒のブーツを合わせました。でこれも今年のものではないんですけど、ちょっと前に GU さんで購入したものです。で今回そのプレゼントを選ぶのに見に行った時も、結構こういう靴が GU さんにも置いてあったりとか、まあどこでも置いてあるような感じのシューズかなと思うので、こういうシューズと合わせてあげたりだとか、なんかスニーカーとかでもスポーティーな感じになるかなと思うので、結構シューズは何でもいいかなと思うので、ぜひこのコーデを着ていただければなと思います。はい、というわけでこんな感じで10名様にプレゼントをお送りしたいと思います。でこちらのプレゼントの応募方法なんですけど、まず私のこのチャンネルを登録していただくことが条件です。でそして概要欄に貼ってある応募フォームがあるので、そちらから応募をしていただければなと思います。で応募期間なんですけど、この動画がアップされてから2週間応募期間を設けようと思います。2週間過ぎたらもう応募を締め切るので、ぜひお早めに応募してください。はい、というわけで今回はこんな感じでプレゼントを選んでみたんですけど、手元に届いた方に大切に使っていただければ嬉しいなと思います。そして本当に10万人突破ありがとうございます。これからもどんどん動画をね投稿していこうと思うので、ぜひ楽しみに待っていただければなと思います。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。たくさん応募待ってます。はい、こんな感じで詰め終わりました。ぜひ当選した方はたくさん使ってください。